微通遺跡は、山梨県鶴市、イク地内に所在する遺跡。縄文時代早期、前期から後期、弥生時代前期から中期、奈良、平安時代、中世の集落遺跡などが、複数存在する複合遺跡であると考えられている。微通遺跡所在する鶴市、イク地内は、県東部の山間部である、郡内地方に位置する。 標高は413メートルから418メートル付近。遺跡の南西方向には生出産があり、いくら地区にはおいで神社が祀られている。東西には、桂川支流の菅の川と旭川が流れ、備通遺跡の北側で桂川に交流する。桂川流域は河川による侵食を受けた断球が発達した地域で、備通遺跡も菅の川と旭川に挟まれた。 カシ団球場に立地している。一石の北側には、桂川流域で最大の平坦地である、大原大地がある。また、群内地方は、富士山の火山灰が厚く堆積し、火山泥流や溶岩流の影響を受けた地域で、微通遺跡からも、約8000から8500年前に流出したと考えられている、サルハシ溶岩の痕跡が確認される。鶴市域における、 埋蔵文化財の調査は昭和戦前期から行われており、1962年に実施された埋蔵文化財放送地調査で34箇所の遺跡が報告されたのを皮切りに数を増やし、1999年に山梨県教育委員会がまとめた遺跡一覧では99箇所の遺跡が修正されている。微通遺跡の周辺では縄文時代の遺跡が多く、 桂川流域の大原大地には、廃石遺構内から耳飾りをつけた土偶の出土した、中谷遺跡があるほか、大原中溝遺跡、中溝遺跡が分布している。微通遺跡から、南西の大井で山東南部斜面には、天正寺遺跡や、日陰松原遺跡、与那和日向遺跡があり、生出産山頂遺跡では、弥生時代の土器変や平安時代の遺物を、採取している。 微通遺跡の北側では、玉川遺跡、玉川金山遺跡、宮原遺跡があり、旭川対岸の区域一に遺跡などが分布している。2008年から2010年にかけて、一般国道139号の建設に際して、発掘調査が行われた。遺跡の周辺は、中央自動車道富士五湖線や富士急行線、国道139号が、南北に並行して通っており、 さらに県道35号と直行する。このため一帯は交通渋滞が著しく、環境改善のためバイパス建設が行われた。なお、鶴バイパスの建設に際しては、玉川金山遺跡や天正寺遺跡の発掘調査も実施されている。調査は、山梨県教育委員会が国土交通省関東地方整備局から委託され、 山梨県埋蔵文化財センターによる発掘調査と整理作業、報告書作成が実施された。発掘調査期間は平成21年6月21日から同年12月25日まで、基礎的整理作業は平成22年1月6日から3月18日まで。 本格的整理作業と報告書作成は平成22年6月1日から平成23年3月18日までの期間に行われた。工事予定区域は遺跡の東側数十メートルと隣接し遺跡の中を通過する南北600メートルのルート上の発掘調査が実施された。発掘調査に先立って平成19.20年に工事予定区域における 死屈調査が実施され、遺構、遺物が確認されたため、従来の遺跡範囲に鶴バイパス建設予定地を含む広範囲が追加された。遺跡は南から AC 区に,区に区分され、さらに B 区は1から4など、発掘年度による調査区が設けられた。A 区では、奈良、平安時代の住居跡発見、掘った手柱建物跡3棟、土工93基、 溝城以降36条、旧華道一流、近世紀の縦穴以降5期、多め傾以降1などを検出している。飼育では、縄文時代早期から前期の住居跡1件、厚明市土壕6期、平安時代の住居跡3件、土壕116期、溝城以降51条、衝動後24期、13世紀から14世紀の墓と考えられている以降2基などを検出している。 英区で発見された石杖遺体紙を持つ、掘った手柱建物跡は、類例が少ない。英区からの出土遺物は主に弾き、杖液で、寸騰型の亀破片が多い。弥生時代の遺物では、魔性石族などの石器や、担刀などの金属製品も出土している。英区2から1の遺構外からは、県内で4例目となる猿型土製品が出土した、ほか、金属製品、 当時器類が多く出土している。飼育からは、縄文時代早期後半から前期にかけての住居跡や、厚名石土工、平安時代の住居跡、13世紀から14世紀頃の土工、時期不明であるが、平安時代以降の土工、溝上工以降多数、衝土以降が見られる。また、飼育で発見された13世紀から14世紀の墓は、 人骨と担当を伴うもので、葉の科学的分析から青年に達しない年代であると鑑定されている。平安時代の住居跡は、エ区クとシークの離れた場所で発見され、時期的にもずれるため別の集落であると考えられている。シークの平安時代の住居跡からは、スモモの核が出土している。住居跡の年代を確定する動機は見られないが、 C14 年代測定では1号住居跡が11世紀前半から12世紀中頃という年代を示している。B 区は主に縄文時代の集落跡、母域で縄文時代早期から前期初頭、前期中央、前期後半、前期末期、中期中央、中期後半の移行、遺物が検出されているほか、弥生時代前期末期から中期初頭の移行、遺物も発見された。 縄文早期から、前期初頭では、小土以降から半の木西型の土器が出土し、厚明石土工から、下吉一式の縄文土器が出土している。前期中央では、住居跡や土工から、釈迦堂、Z3 式土器や黒浜式土器が出土。前期後半では、住居跡や土工、小土以降から諸層、小一 AB 式土器が出土。前期末期では、 住居跡や土庫から外気の土器が出土、中期中央では、住居跡や土庫から井戸尻式土器が出土、中期後半では、敷石住居跡から、ソリオン式地が出土した。弥生前期末期から、中期初頭では、土庫墓から外気の土器、石器が出土した。ビークの縄文前期中央の土庫からは、釈迦堂、Z3 式の土器が出土し、上層には、 集積が見られる土壕も検出している。縄文中期中央の住居跡からは土偶の側部が出土し、中期後半の敷石住居跡からはソリオン式の壺形川原家が出土した。弥生前期の土壕部からは亀型土器とともに石族やだ製石符が出土している。山梨県立博物館では2010年から2013年にかけて日韓内陸地域における 雑穀農工の起源に関する科学的研究を実施し、レプリカセム法により植物悪根やプラントオパールの分析を実施した。微通遺跡では2011年に発掘調査が行われた遺跡北東端のディークに位置する縄文時代前期後半の環状排斥から出土した処磯素栄式土器をレプリカセム法により観察した。これにより子素族の圧跡が検出され、 エゴマである可能性が指摘されている。山梨県を含む中部高地では、山梨県北都市大泉町西出の天神遺跡、長野県南作郡南相木村の大誌遺跡から検出されている。山梨県内では、笛吹市三坂町だけいい、八代町地区居の課長さん遺跡から、縄文前期公用の炭化種々が検出されており、縄文中期では、 北都市大泉町の寺所、第二遺跡からの湿度事例がある。子素族は、食用のほか東洋、漆製品の作成に用いる油としての利用も考えられている。また、飼育北川の橋など、約8000年前に、富士山から流れた猿橋溶岩の溶岩流跡が随所にわたって見られ、ビーク一長作においては、ほとんどが溶岩によって覆われていた。 昭和測量株式会社編微通遺跡つるし2017年3月7ページ ABCDE 中山今福、ピアニッシモも33から34ありがとうございます